なんとミュウツーがここにドドンっているんです。やばい、ミュウツーがすげえ喋ってる。すごい、かわいい。入り口入るとミュウツー、壁にミュウツーですよ。そしてミュウ、やば。電撃は売ってないようですね。あ、これ名探偵ピカチュウだ。これが多分渡辺謙さんが出ているらしい。渡辺謙さんカードがあるみたいですね。さっき妹子が買ってました。いろいろあってどれ買っていいかわからない。そうそう、スターター、これがね全部550円でね、いろいろ遊べるのが最高。あ、これ基本エネルギー、これをつけて技を出せると。で、これは買って、あとどれだ、これも俺買ったのか。これもね可愛いからどうしようか迷って。あー、いろいろあって素敵。あ、これはね、これは買った。ポケモンデザインラボといいまして、自分好みのそのデザインの T シャツが作れるセットとしてサービスして、で一旦こちらでまずサイズと下地の色を決めるんです。白か黒か、どっちか。じゃ黒の、うわー、あ、白、じゃあ M サイズ決めますか。じゃあ次で間違えてください。黒。じゃあ大まかに分けて4種類のデザインがございまして、まずこちらが真ん中のポケモンを決めた後に、こちらのここにこんな感じでスタンプを使うんで、結構お子さんとかが結構好きな感じのデザインだったんですね。ちょっと続いてこちらが真ん中のポケモンを決めた後に、結構シルエットデザインのものにして周りのフレームを決めれるんですよ。こんな感じで結構かっこいいですよ。こんな感じでおしゃれな感じのデザインがつけるものですね。続いてこちらがあらかじめあるポケモンセンター渋谷のピカチュウのデザインの T シャツが作れるものでして、すごい完成です。そうなんですよ、こちら。こちらの絵柄を使っている T シャツはもう商品としてはないので、ここでしか作れないんですよね。あー、そうです。はい。ちょっと最後にこちらがモンスターボールのこちらのデザインのところのフレームの中の絵柄を決めるものでして、まずこんな感じでフレームを決めた後にパターンがいくつかございまして、こんな感じで、例えば確認しますか。こちらポケモンソーダっていう関連商品なんですけど、こんな感じでピカチュウのものにしたら、こういう感じのデザインが出来上がるんですけど、一応こちらテキスト入力といいまして、こちら渋谷のところにこんな感じでテキスト入力もあるんですよね。どうですかね、何か気になるデザインございましたか。あ、でもポケモン選びたいかな。これ結構一番そのカスタム性が高いんで、結構遊ぶと楽しいので、うん、一旦こちらでやってみますか。どうぞ。真ん中のポケモンタッチすると選べる。好きなポケモンいますか。トゲピーっています。トゲピーはそうですね、上都地方のポケモンだね。ないですよね。ミュウとか。あ、ミュウはじゃあエスパー。あ、エスパー、エスパーいますね、こちらに。あ、待って、ユンギラー先生がいる。ユンギラーかミュウ。ユンギラー好きなんだ。ユンギラー好きなんだ。結構渋いところ行きますね、ユンギラー。あまあ、後からでも変更できます。どうしますか。ユンギラーですね。あ、そうなの。ユンギラーで、ユンギラーの絵柄もまず3種類ございまして、こちらのデザインと、あとこれクレヨン調のデザインとラインアートのものの3種類ございますね。あ、クレヨンがいいね。あ、いいですね。でこれでスタンプボタンからスタンプをしてます。いろいろあるんですけど、これが一番ゲットするのがなんか難易度が高いやつみたいな。これマスターボールって言いまして、そのどんなポケモンでも必ず1回で捕まえられる最強のモンスターボール。じゃあこれの方がタップすると真ん中に出ますので、それを移動できる。あ、後ろに拡大縮小できるので、それ感じ、表せてる感じ。一応あ、そうなんです。人間の場所はちょっと移動できないんですけど。あ、でもいろいろ入れられるのか。はい。あ、ポケモンがいる。
ょっといろいろ試してみてください。はーい、こんな感じでね、いろいろ遊べるんやね。いいじゃん。あ、ほんとだ、かわいい。でかい。しかも斜め。斜めたいの。斜めたいの。でもこっち側にすごいボリューム感になっちゃったね。あーね。なになに。なんかさ、やべ、これすごい楽しいけどさ、やべ、これ動かなくなっちゃった。あ、動いた。私は動かさせられるよ。ちょっと待って、なぜ。待って、俺が行く。はいはい、待って、広げて広げて、したいな。あ、もっともっと、こうチーム、はい、あー、まあこんな感じ。ストップストップ、危ない。え、これいらない。これ抹消したいんだけど。抹消、あ、外せばいいのね。でも飴とかあると可愛いよね。うん、でもユンギラー先生に萌え要素。ほら、可愛いのかい。あ、でもユンギラー先生やっぱり光ってんのあった方がいいよね。あ、やっぱ、あ、っていうか反応した、よかった。ゆうちゃん、やべえ、ミス。リッピが、リッピが、足が、足がやばい。かわいいけど、ピカチュウもやん。ピカチュウはライバル。わあ、難しいね。難しいね。え、でもこれだとちょっと失礼だよ。いや、これはそうだろ。ピッピどうしたって。どっちにしろ。あ、なんか、でも珍しかったんだろうね。もう収まったんだろうね。うん、とりあえず、完成。え、スタッフをお呼びください。じゃあ妹子も作ってみる。じゃあ妹子も作る。はい、いいよ。作るんですか。これがいいんだけど。え、そう、そのまんまじゃん。だって可愛くない。そんな、それは可愛いよ。おお、ミュウ、ミュウツー最高。 え、待って、今の絵柄が最高なのだが。これ説明中だったの。ミュウミュウ、ミュウミュウ、これじゃん。え、これ、これ、このペア最高じゃん。え、かっこいい、かっこいい。でもピカチュウ派なんだな。あ、でもやっぱこう、こういうカラフルなのがいい。うん、え、チェッカーフラッグ。いいな、いいな。これかな。あ、終了。はい、あー、はーい。なんと質問センターでシャイニースター V を10パックゲットすることができたので、ででーん、開けていきたいと思います。いきます。ちなみに10パックで5500円かな。ひえー、やったー、ドキドキする。怖いですね。おー、あー、っていうか早速見える。ちょっと待って、いくよ。まずガラルバリアード、チラーミー、マホミル、メタルソーサ、ジメレオン、タフスタジアム、あ、スタジアム、ザゼ、ザマゼンタ、ピクシー、おー、SSR だ、ストリンダー VMAX、SSR、雷、え、すごい、光ってる、SSR だ、やった、やったー。で、ガラルデスバン、あ、光り方がいい感じですね。かわいい女の子の、すごくかわいい女の子ですごく光っているカードが出てくれないかなって思ってます。あとリザードンの色違いの黒いやつ、
またこれなかなか開かない。うわぁ、ちょい待って。でん。ちょっと光ったの見えた。バイウール、ガラルバリアート、マホミル、ボールガイ、イオルブ、タルップル、光ってる。で、ザシアン。おー。で、ガラルネギがないと、キラキラしてる。そして、あ、あるあるある？ドラパルト V マックス。やった。そしてこの光っているクスネ。で、モルペコ、スナヘビ、ガラルサニーゴ、ホットです。クチタタテ、ウオチウドン。これ化石のやつだ。カプポケコ、グソウムシャ。へぇ。おぉ、パルスワン。パルスワンがいっぱいいるデッキとか、強くて強くて震えるっていう感じ。でん、ホルビー、メッソン、ロトム、ギルガルド、ダストダス、ガラルニャイキング、モースノウ、ジュナイバー、ドラパルト VMAX、うわー、バッツ、そしてバッチラゴン、竜だ。竜系だ。光ってるのがいい感じ。これもう一個出た？もう一個出たー。はい。悪か。じゃあ悪のなんかデッキ作るしかない。いきます。それ。光ってるー。モクロー。ヤバチャ。バチンユニー。クイックボール。ゴースト。メタル操作。モスノウ、アップリュー、クロバット V マックスだ。あった、やった、やった。光り方すご。RRR のやつだ。そしてクスネの、こういういい感じに光ってるやつ、かわいい。キツネっぽい。ででん。ででーん。ね。ででんね。ででんね。でん。カジチュウ。ガラル、ジグザグマ、ワンパチ。かわいいね。ダストダス、クチタケン、オーゴースト、大王道、石変人、丸役で VMAX! おー！トリプルレア。で、ベロバー。あー、なかなか、かわいい女の子は、出てきてくれませんね。次はどうだ。光ってるのが見える。ヒバニー、フクスロー、タイレーツ、ヨクバリス、ローズ、デデンネ、デデンネ、タルップル。おー、やった。海王が、光り方すごい。そしてタイレーツ、そしてエールダンの応援タオル。すごい。水と雷と無色二つで、相手のポケモン全員にそれぞれ80ダメージ与えるやつ。ででーん。マホミル、ヒメンカ、ヒンパス、ダストダス、クチタケン。あ、さっきと似てるな。あ、ゴースト、スイくん、ダイオード、丸役で VMAX、グレックル。ででん。それ。ドガース、サッチムシ、ヒトツキ、ネズ、マホイップ、タフネスマント、パッチルドン、ボスのし、おお、ボスのし、嬉しい、これ。光ってる榊様だ。ラプラス、VMAX、トリプルレア。そして、ガラルサニーゴ。そして、次。ラスト。あー、かわいい女の子は出るのか。デブリム、ガラルバリアード、チラーミー、サダイジャ、ルミナスメイズの森、丸役で、フーバ、ストリンダー、ゴリランダー V、ギルガルド。こんな感じでした。
いやー、狙ってたのは出なかったんですけれども、まあまた2月下旬と3月中旬に2箱ずつ届くので、そちらをまた楽しみに生きて、今回はこれとか出たんで新しいデッキを作りたいなと思います。ではバイバーイ。バーイ。